国体の回復と日本の復興、東京近代史研究所、代表落合道夫です。今日本はですね、非常事態にある。これは2030年までに人口が1000万人減少する。大変なことです。これは国防、経済、社会すべて衰退します。大変な問題が起きる。社会不安になる。年金はできませんよね。福祉も不可能だ。さて、で、対策はというと政府はないんですね。無能ですね。全くもう、すぐ交代させなきゃいけない。できないものはできるものに変えなければいけない。これが進めばですね、どんどん衰退していくだけです。まあ外国人が当然支配しますよね。日本人は自分の国がコントロールできないんだから。さて、この解決はですね、どうしたらいいかと。で、なぜこのような少子化と、まあ、衰退が始まったかというと、欧米の政治のですね、表面的な真似をしたからなんですね。じゃあ戦前の日本はどうだったかというと、国体による制度を持っていたわけです。これは後で、ね、説明しますがね。でどうだったかって大変発展した。人口は毎年100万人増加してた。今と大違いですね。じゃあ解決はどうしたらいいかっていうとね、これは戦前に習うしかない。そのポイントはね、日本人の固有性の築きから入ります。黒アリがね、白アリの真似をすれば滅びる。当たり前ですね。この固有性というのはですね、民族の再生システムの固有性なんですね。これが鍵なんですね。で、このお話をいたします。で、今ですね、国民の間に喪失感がありますね。テレビ番組でも日本へ帰ろうなんていうね、ありますよね。帰る、どこへ帰る。で、若い人と話すと、何か戦後私たちは何を失ったのか知りたい。喪失感ですね。で、まあ、老人、まあ、私の母なんかに聞きますと、戦前の日本は貧しかったけれども良い世界だった、良い社会だった、みんなが安心して暮らせた、信頼できた、助け合っていた、この失ったものが国体です。で、まずその固有性の築きというところから入ると言いましたけど、これは民族意識なんですね。で、これはあのピーター・フランクルという人の本を読んでおりましたら、小さい時に近所で子供なんで遊んでますわね。で、ある時突然このユダヤ野郎と罵られたんだね。びっくりして遠飛んで帰ってね、お父さんこんなこと言われた。初めて、そうだ、俺たちはユダヤ人なんだよと、ユダヤ民族の歴史を話してくれた。これで民族意識ですね、嫌でも気づいたわけです。で、日本人もね、結局国内に言うと分かんないけど、外国行ったりね、まあ、特に外国人に殴られたりすると必ずそれはもう嫌でも自覚しますよね、日本人であるということはね。そういうことで民族意識の気づきというのがね、あるわけです。今割合そういう感じが強くなってきているのはとても良いことですね。さて、この気づきという感性をね、論理的に理解する。そうするとね、この感性がしっかり固定されるわけですね。じゃあ、どのように論理的にその民族の固有性というのを理解するか。まあ、文化人類学の定義と、いわゆる本当の国体論ですね。それとありますのでね、お話しします。で、まず文化人類学という、まあ、学問がありますよね。これはいろんな諸民族というものの、まあ、生活とか、いろんな、生き方、宗教とか比較してね、分析するものですね。で、ここでは民族の定義がありましてね、これが神話と言語を共有するものとされています。で、これ我が国の周りを見てみますと、アジアに同じ神話、同じ言語の民族はいますか。いないですよね。で、これだけで日本は固有の民族であるということがすぐわかるわけです。日本民族というのは同じね、神話とこの言語、これを持つ伝統と連帯でおられた特別のね、キレのようなものなんですね。
外国人とは全く違うんだということをね、しっかり覚えてほしいと思います。で、この参考にね、よく民族が移住してきた、日本人がどこから来たんてよく言いますからね、その話をちょっとしておきます。で、まあ、基本的にその移住してきたという考えはね、さっきの定義で見るように、海外にね、日本人と同じ神話言語を持つ民族がいるかといっていないんだから、だからどっかからやってきたということはないんですね。そっちに残ってるからね、人がね。で、稲作技術がどうで伝播して移住ったっていうけども、これはあの植物はご存じとおり種と栽培地の情報があればいいわけで、人間が移住する人は全くありませんよね。だからこれは不可。それからよく騎馬民族が移住したっていうのは一時言われましたよね。で、騎馬民族の一つ牧畜民族で羊を飼う民族ですよね。ところがね、専門的な知識なんですけど、日本の国にはね、昔から、オスのその家畜を去勢する、まあ、去勢っていうのはちょっと女性もいらっしゃるけども、かと思いますが、いわゆる玉抜きですわね、これをするわけです。そうすると肉質が良くなるとか、いろいろあるんですけどね。だからいわゆる種牛とかね、そういうものを残して、他はみんな去勢するんですが、こういった技術に我が国はないわけです。信長の時代に日本に来た宣教師たちは日本の、お数馬が全部去勢されてないんでびっくりしてますからね。ということで基本技術がないということで、これは完全に否定される。それから航海術を考えてみてもね、古代にね、イカダに乗って日本海を渡っていくなんてありえませんよね。それで不可と。一方日本にはね、古代遺跡が三内丸山遺跡とかねありますよね、1万年クラスのが。ということでね、日本人がどこから来たっていうのは日本人の固有性っていうね、そういうものをぐらつかせる陰謀だから、まあ相手にしない、そういうこと言ったら違うってはっきり言ってくださいね。では次、いよいよ国体論に入ります。で、国体とは何かというとですね、これはあの宣伝など天皇をいただく特別の国家の在り方である、日本の国ぶりであるということを、まあ、言ったわけです。これはね、まあ、気づいていたわけですけど、全部分かってなかったりね、私は思う。というのはね、日本民族の生存のためのシステムの総体が国体なんですね。どういうことかというと、その、私たちは見た目似てるからとか言うけども、それぞれの生きてきて、その民族が何て言うかな、発展してくる、生存してくる、そういうふうな、社会慣習とかそういうのはみんな独特なんですね。だから、日本の生存のためのシステムとしては、もちろん、天皇陛下の崇敬も崇拝もございますが、先祖崇拝とかね、日本語もこの国体の一つなんです。これ掟とかね、慣習とかね、そういうものは全てが国体であると。で、その国体には目に見えるものと見えないものもあるんですよ。だから日本人っていうのは、その国体っていうのは空気のように見ていてね、気がつかないわけです。だから世界は一つとかね、そういう大きな誤解、無知ですね、そういったことをよく言われましたよね。だからこれとんでもない話なんでね、これからその固有性っていうのがどんなふうにできてきたのかっていうのもね、お話ししたいと思います。次回ね、国体の固有性を形成論からお話しいたします。